ヤクザの腕を日本刀で切り落とし、窃盗グループを率いて数億円を荒稼ぎしたとも言われているドラゴン。1980年代後半に中国残留孤児2世、3世を中心に結成されたドラゴンは、その凶悪さからアウトロー界において広く知られた存在であった。かつては半グレ集団、関東連合と並ぶほどビッグネームとして恐れられたドラゴンだが、現在は母国の中国に戻り、実業家に転身している者もいるという。それはドラゴンの影のボスとして君臨していた男、通称ターウェイである。そこで今回はターウェイの生い立ちや経歴、そして現在の様子について迫りたいと思う。ターウェイの生い立ち。おい日中ハーフ、なんでお前みたいなやつが中国にいるんだよ。確かに僕のお母さんは日本人だけど、別にいいだろ。よくねえよ。だいたいお前と同じ空気吸いたくもねえ。さっさと日本に帰れ。なんでこんなに罵られなきゃいけないんだ。いつか必ず黙らせてやるからな。1966年に中国黒竜江省に生まれたターウェイはリウ・ウェイと名付けられ、父親が中国共産党の地方幹部で、母親は終戦時に満州に取り残された日本人だったと言われている。そのため複雑な家庭に育ったターウェイは、幼少期は日中ハーフであることを理由に周囲の子供たちから激しいいじめを受けていたといい、中国の小学校では小日本騎士、日本に帰れと罵られ殴られる日々を送ったという。いつになったら日本に帰るんだよ、目障りなやつめ。うるせえな。また突っかかってくるようならいくらでも相手してやるよ。もう俺は我慢なんかしねえ。中国人だとか日本人だとかめんどくせえんだよ。悪かったよ、勘弁してくれ。幼い頃から猛烈ないじめを受け続けてきたターウェイだったが、逆に腕力で周囲を屈服させる方法を身につけていき、やがていじめられっ子とは真逆の人生を歩むこととなった。ターウェイの経歴。勉強はしないし、軍に入ったと思ったら問題起こしやがって。このままじゃろくな人間にならないぞ。うん、今更まともな人間になろうなんて思ってねえよ。お母さんと一緒に日本へ行け。中国にいても変わるどころか、いつか刑務所行きになるだけだ。そうはなってほしくない。だから日本へ行って真っ当に生きろ。分かったよ。勉強嫌いが災いし、ターウェイは中学校を卒業後は高校に進学することはなかった。そしてターウェイが17歳の時、中国人民解放軍に入隊。しかし上官を殴ってしまったことが原因で約1年ほどで除隊処分を受け、その後も喧嘩に明け暮れる生活を送っていたと言われている。そんなターウェイを心配した父親は、このままでは息子が刑務所行きになると考え、母親と共に日本へ移住するよう命令。そのためターウェイが19歳の時に来日することとなり、来日後は東京でトラック運転手や清掃会社で働いたという。ちょっと相談があるんだけどさ、日本で知り合った友達と一緒に貿易会社をしようと思ってて、それでお金貸してほしいんだけど。日本に行って真面目に働いているようだな。わかった、頑張れよ。ありがとう。ターウェイが23歳の時、友人だったドラゴンのメンバーと共に貿易会社を設立。それに伴い中国にいる父親から500万円ほど借り、資金に充てたという。ターウェイが立ち上げた貿易会社は中古車を解体し、部品やタイヤを中国に輸出するというシンプルな商売で、元手がただ同然だったこともあり、かなり儲かっていたと言われている。しかしその一方、顧客からの要望に応えるため、ターウェイは盗品のバイクを取り扱うこともあったといい、この頃から違法ビジネスにのめり込むようになった。その内容としては、江東区内のビルの一角でスナックの経営を行うほか、パチンコの裏ロム販売、高速道路のカード偽造、窃盗品など多岐にわたったとされている。この頃はバブル崩壊後とはいえ、まだ景気が悪化する前の時代ということもあり、スナックの売り上げは月に1000万円を超える時もあったと言われている。また1990年代半ばに台頭していた日中混成強盗団のリーダーだったとも噂されており、勢力は葛西、錦糸町、上野に及び、
参加グループから上納金を受け取るなどしていたという。しかしながら、ターウェイの指示の出し方が巧みであったために、彼が逮捕されることはなかった。ターウェイが影のボスになれた理由。確か、お前無職だったよな。生活していくには何かと金がかかって大変だろ。小遣いあるから、たまには腹いっぱい飯でも食え。OB ではなかったターウェイが、ドラゴンに影響力を持ち始めたのはこの頃だった。経済的に余裕ができたターウェイは、無職で金銭的に困っていたドラゴンのメンバーたちに小遣いを渡していたといい、いつしか彼は兄貴分的な存在となっていき、影のボスになった。その後、ターウェイはドラゴンのメンバーたちを手下に引き連れ、本格的に裏社会へ進出。ターウェイグループと呼ばれる自派閥まで存在する半グレ界の大物へと成長を遂げたという。あらゆる非合法ビジネスに手を染めていたターウェイグループだが、地元ヤクザの住吉会などとは協調関係にあったため、潰されることはなかったといい。一方で警察側は、ターウェイを最重要人物として徹底マークしていた。しかしながら、ターウェイは直接犯罪に手を染めることなく、部下を手足のごとく使い、荒稼ぎしていたため、なかなか逮捕に至ることはなかった。ターウェイの現在。これまで散々犯罪を犯していたにもかかわらず、なかなか逮捕につながらなかったが、やっとターウェイを引っ張ることができた。とはいえ、数年で刑務所から出てくることになる。その後も徹底マークが必要だろうな。まだまだ安心はできない。これまでなかなか逮捕に至らなかったターウェイだったが、ようやく警察の失念が実り、2005年2月に覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕された。逮捕時のターウェイは、東京葛飾区内のマンションに住んでいたということの他に、無職という肩書きだったため、すでに貿易会社などの事業はすべて手放していたという。逮捕後のターウェイは有罪判決により服役生活を余儀なくされ、約1年6ヶ月後の2006年9月頃に出所となった。出所しても俺は警察にマークされることになる。このまま日本に残って違法行為に手を染めるのは賢い選択とは言えない。だとすれば、中国で事業を展開した方が儲かるかもしれないな。ここは一つ思い切って帰国しよう。出所後、ターウェイはドラゴン内部での権力を失ったとも言われており、2008年1月頃に中国へ帰国。ターウェイの突然の帰国劇は、出所後の暗躍を警戒していた警察にとっては予想外の出来事となった。帰国した後のターウェイは、中国人民解放軍時代の友人に加え、日本時代に2000人もの日本の中国人留学生を支援した際の人脈を使い、実業家に転身。都市再開発や鉄鉱石の採掘と製鉄、株式投資に勤しみ、3億円ほど儲けたとも言われている。現在はプールやサウナ付きの豪邸に暮らしているといい、成功者の道を歩んでいると言えるだろう。幼い頃にいじめを受けていたというターウェイさんは、かわいそうな一面もあるけど、だからといって犯罪に手を染めていい理由にはならない。かなりいろんな犯罪に手を出しているようだけど、結局逮捕されたのは一度きりで、1年6ヶ月ほどですぐに出所。また非合法なビジネスでお金儲けをするんだろうなと思ったけど、まさかの帰国とは。でも日本でまた犯罪を犯すことはなくて、今では中国で成功者となっていることにはびっくりした。きっともうターウェイさんが日本に戻ってくることはないだろうね。このまま中国で真っ当な人生を歩んで、さらに活躍してほしいと思う。最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったら高評価やコメントも忘れないでくれよ。次の動画は何だろう。それはまたのお楽しみ。火曜日以外の8時に動画を配信中。チャンネル登録をしてベルボタンも押しておこう。それではまた明日。